のプレゼント。さすがに着物ですね。あの、次から次へと、はい。いや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 、まずは小島、お疲れ様でした。そして優勝おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。これで、この優勝で、現在、昨日時点ですけど、賞金ランキングが第10位。あ、そうなんですか。はい、はい、ありがとうございます。ぐいぐいぐいと、はい、もう少しですね、うん、はい、またちょっとギアを一つ、この優勝をきっかけにクリッと入れて、ここ、そうですね、はい、はい、まあ、次の下関、はい、すると、はい、いろいろ、はい、ダービー、はい、はい、決めていきたいなと思います。はい、さあ、そのここで決め手の年末ね、ここ住之江グランプリということで、はい、今回はロートゥーグランプリトークショー、はい、6つのお題を用意させていただきまして、うん、これね、このお題に対しての新庄さんのお話を伺っていくというトークショーでございます。絶対答えない。そうですね、はい、ノーコメントなしで。わかりました、はい、じゃあ一つ、まあ、答えられる範囲、答えられる範囲で、はい、じゃあまず早速一つ選んでいただいてよろしいですか。これは一番1位です。はい、じゃじゃん、住之江の印象。すごいあれやな、アバウトやな。あの他市の選手もいらっしゃったりするので、はい、あ、はい、タッタン県の、まあ、住之江の印象というか、まあ、地元なんで、はい、これ難しいね。はい、まあ、どう言ったらいいんやろう、まあ、育っていただいた水面なんで、はい、まあ、お客さんも含めて関係者の皆さんもそうですし、はい、練習もたくさんさせてもらってきましたし、うん、まあ、一番稼がせてもらってますし、うん、はい、大好きな、はい、どうですね、はい、うん、どれかな。あれ、しょっぱなに行くね。うん、難しい。まあ、でもこれで最初、これとりあえず難しいのは終わったんで、はい、はい、次じゃあお願いします。じゃあ次、大外。はい、大外。じゃじゃん。トライアルとは？トライアルとは？なんか抜群やなぁ。難しいな、トライアルとは、まあ、優勝戦のためのレースですね。はい、単純に。まあ、グランプリ、賞金王の、その勝ち上がりのシステムが、はい、トライアル、ファースト、トライアル、セカンドというシステムになって、うん、というところなんですけれども、はい、トライアルファースト、トライアルセカンド、それぞれにこうアドバンテージがあるのかなと。残念ながらトライアルファースト、セカンド制度になってからセカンドに進んだことがないので、セカンドの走り方は分かりません。はい、まあ、ファーストの走り方は、まあ、進入なのしないことです。あ、なるほど、はい、はい、事故をしないという、事故をしない、はい、でも先にレースができるっていうのはどうなんですかね。やってもやっても迷う時はありますし、あの、一発勝負でやれる場合もありますんで、うん、一概にどっちがいいとは言えないんじゃないですかね。トライアルセカンドの選手を見て調整すごい時間たっぷり取れてるな、あれもええなみたいなのは感じ。いやいや、僕らも11、12レースを走りますから、はい、しかも1回目ですから、はい、調整のそんなに変わらない、うん、まあ、まあ、それを言うと、やはりレースでそのいけてない部分とか、うん、いい部分っていうのが分かるかも分かりますよね、ファーストを走ってたら、はい、うん、実際ね、レースでも選手にこうコメント聞くときに、まあ、ちょっと走ってみないと、レースしてみないと分からないよねっていう、そうですね、だから新店ではやっぱり分からない、はい、本当の一瞬の出足であったり、うん、あのスタートの時の、はい、本番のやっぱし行き足であったりっていうのは、うん、あの練習とは違いますんで、うん、その辺で多少の、まあ、でもやっぱセカンドから行きたいね、うん、あの2日間走りたくない。やっぱり、やっぱり6位以内に入りたいですね。落ちたら思んないもん、うん、シリーズ、シリーズ、うん、めっちゃ寂しかったもん。あ、でも、うん、あのちょっと横目に6人見て、そうええー、なーっていう感じ。テンション下がるし、うん、まあ、それでもね、しっかりシリーズに落ちてもやっぱ走らんとダメなんですよね、うん、はい、はい、うん、じゃあ今年はぜひセカンドからなんとか、はい、頑張りたいですね、はい、うん、では次のお題、はい、お願いします。大好きな5コース、お意気込み、グランプリに向けて、グランプリへの意気込み、まあ、まだ当確ではないので、何とも言えないんですけども、はい、やはり出場したいっていうよりも、もう一度勝ちたいっていうか、取りたいっていうか、かぶりたいっていうか、はい、そんな思いですね、はい、うん、まだその気持ちが続ける限りは、頑張っていこうかなとは思ってますけども、
フラダ選手にとってグランプリっていうのはやっぱりその元旦1月1日にまず一番の目標にするところなんですか。いやそこまで大きいことは僕自身は言えないですけども、はい、気持ちの中では毎年そういうふうに思うようにしてレース取り組んでいけるチャンスがあるんであれば、行きたいなと、行けるように必死に走っていきたいなというふうには思ってますけどね。その年間の、まあ、成績によっても違うと思うんですけれども、どのあたりからこう意識が強くなってくるとかあるんですか。基本的に SG を取ればいけるんで、はい、その前の SG を取ったことがないので、だからまあ小分けなく稼ぎながら、はい、こちょこちょしながら、はい、粘り強くやってる感じです。で年末に向けてだんだんこう年が迫ってきたら、ちょっとそうですね、夏休みの宿題と一緒ですね。最後追い込めたらいいかなと。落ち着きがついてから、はい、感じです、はい、もうでもこれまでね、もう優勝して、ここからの時が、まあ、あれが1200もあれば良かったんですけどね。ヤングダービー1000もありますからね、羨ましいしょうがないです。あそこに250万ですからね。はい、ぜひ次お願いします。はい、じゃあこっちで、じゃん、1億円、宝くじみたいなもんでしょ。ご褒美ですね。あーやっ、うん、先週やってて賞金王に行け、あ、グランプリですか、はい、グランプリ、うん、まあ、1億円、お金も大切なんですけど、はい、僕自身がやっぱ黄金のヘルメットが、はい、大好きなんで、あれをかぶりたいですね。まあ、かといって寄付はしませんけどね。はい、逆台に消えていくだけです、はい、1億円が欲しいじゃなくて、はい、グランプリを勝ちたい、黄金ヘルメットをかぶりたい、そこについてくるのが1億円。そうですね、これが5億円ならまた別です、ね。はい、それはまた別なんですね、はい。5億円になったらもっと必死になりますよ。なるほど。じゃあもうその優勝黄金ヘルメット株高槻についてくる1億円で何もうみんなでワイワイタッチお酒を飲みたい、なんか英語書いたりとかそんなないんですか。まあ多少ないとはありますけど、うん、まあそれは取ってから考えるもんで、この使い道を考えて走るっていうのはないですね。私たちの宝くじとは違いますね。宝くじみたいとおっしゃいますけど、私の宝くじなんか3億当たったらこれしてあれしてって考えますもんね。その辺だと違うんですね。まあまあ僕はですけどね、他の方はどうかは分かりませんけども、はい、いや今のまあでもね、なかなか1分50秒足らずで1億円いただける仕事ないんで、まあそう、まあ、でもそこまでの道のりが最高な仕事ですよね、これ、はい、もうやめれませんね。3回申し上げます。3回、はい、いただきました、ありがとうございます。まあ、振り込みはそんなないんですよね。あ、いろいろ引かれてね。はい、そういう意味です、はい、じゃあ次、はい、黄金のヘルメット、はい、まあ、一番似合うのは僕かなと思ってます。お、はい、やっぱり、まあ、大先輩の野中さんでもなく、植木さんでもなく、はい、松井さんでもなく、はい、僕かなと思ってます、はい、一番似合ってると思って、また被りたいですね。ぜひその姿を。めっちゃ重たいんですよ。欲しいですね、うん、でも聞くところによればなんか女子のクイーンズクライマックスのティアの方が高いとか。お金の問題じゃないんでしょ。ちょっとなんかショックやなって感じで。いやいや、でもティアラもね、すごいやっぱり豪華すごいですけど、黄金のヘルメットにはやっぱり伝統と、いやもう重みがね、その重さもあるんですけど、その重みが全然違うので、あれは本当に気持ちいいもんですよ。最初に被った時、うん、グラッてしなかったですか。いや、グラッとはしなかったですけど、グラッとしなかったというか覚えてないですね。あ、もう忘れました。忘れたというか、もう興奮しすぎて、その重さをじわじわ感じたのっていうのはやっぱりちょっとかぶってこうプレス撮影とかしてるときに、3回目ぐらいですね、うん、はい、もう1回かぶりたいなと思って。3回かぶらないの黄金のヘルメットの重みはステージで感じられへんぞと。いやいや、そんなことないんですけど。、はい、そんなことないんですけど、それぐらいの意識しかなかったってことですね、うん、なんとなくこう走れて、なんとなく取った感じがしたんで、あ、みたいな、またぜひその重みを今度はじっくりと味わうために、はい、はい、じゃあ最後、はい、現状、もう小島優勝してね、現状はまあ
これもう一番難しい、まあ、もうほんまマイペースなんで、はい、調子がいいとか悪いとかもあんまり気にしませんし、なんか肌から見たら調子悪いと思われても自分では雰囲気良かったなって思う時もありますし、その逆もありますし、はい、まあ、昨日なんかも本当ラッキーでしたし、だからそういった意味ではもう、この10年15年ぐらいはマイペースでやらさせていただいてるかなっていう感じですね。それが強さの秘訣なのかもしれないですね。いやー、勝ち切れてない弱さかなとは思いますけどね。もうちょっと執着してもいいのかなとは最近思いますけども。